おいおーい、グアングッドの極みです。ゴールデンウィーク明けから、しばらくお休みをいただいてるんですけれども、明日から、久しぶりの、出店になります。こちらの日の丸薬局二川店さんで行われている健康フェアに明日出店するんですけれども、今日は打ち合わせも兼ねて前日やってきました。金曜日から月曜日まで4日間健康フェアやられてるんですけれども、今日はサンドイッチモーメントさんが出店しております。岩田にも、固定店舗も、作ってるんですけど、もともとはね、こうやってキッチンカーで営業されている。あ、持ってく。うん、いや、まあちょっとできたみたいなんでいただきたいと思います。ありがとう。準備ですか、あっちの方は。いや、準備してるよ今。今からまた準備しに行くから。またじゃあタイミングがあったらよろしく。いや、まあまたお店も行くね。ありがとう。じゃあサンドイッチモーメントのパニーニ買ったんで、しっかり食ってバイブス上げて、ジャークチキンセンター準備頑張ります。おいおーい、ということで、1日経ちまして、今日は、グアングッドが日の丸薬局さんの健康フェア出店しております。今チキンも入れ終わったんで、チキンが焼けるの待ってるところなんですけれども、日の丸薬局さんは先ほどオープンされました。今日はですね、日の丸薬局さんの健康フェアということで、今日キッチンカーで1500円以上買い物をすると、からくじなしの、ガラからくじが引けるというキャンペーンも、やってたりします。今日はこちらの、無料の健康診断ができるということなので、チキンが焼ける前に、健康診断していただこうかなと思います。グアングッド、yeah.さあ、じゃあ健康診断を。まいちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。顕微鏡で毛細血管見てきます。左の薬指の爪のとこに見えやすいようにオイルつけてきます。はい、生え際をこのラインに合わせてください。はい、おぉ、もうちょい手前。あ、ひよみさん、全然毛細血管見え見えない。見えない。やばいね。静脈瘤。え？グアングッド。いや。なんか毛細血管が見えないみたいな。やば。やば。これ何がわかるんですか？毛細。血液がちゃんと通ってるか。ま、血液が通ってるかがわかる。綺麗な人、赤血球の赤い玉が見える。マジで？でも血管も見えなかった。もうちょっと手前。もうちょっと手前。やばい。マジで。ちょっと手前。あ、きよみさん。そう。これ毛細血管がない。普通こうなる。けど。え？ほぼこんなん。え？危険？危険？毛細血管がないみたいです。血管がもう、うん、血管が死んでる。やばい。やばい。ちょっと頭部を控えて。あ、ちょっと頭部を控えて。頭部を控えましょうということです。うん、ちょっと心当たりもあるんで気をつけようと思います。気をつけましょう。はい。わあ。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい。グアングッド。いや。はい、すいません。
ヤマン、久しぶりの、出店でした。日の丸薬局二川店健康フェア、ゴールデンウィークが明けて、しばらくお店の準備で、お休みしてたんですけど、久しぶりということもあってか、たくさんのお客様に来ていただき、早い時間に完売ということができました。ありがとうございます。まだちょっと時間があるので、今から、健康診断、まだやってないのがあるので、いい機会なんで日の丸薬局さんで、ラガの健康診断をしていただきたいと思います。ご飯ごはん、いや、これは血流ですか。そうです、血流測定で両腕の血圧が両腕で、はい、はい、健康に、自信がないので、はい、じゃあまず身長をお伺いしてもらいます。体重は73です。5です。5、いや、もうちょっと違う、いや、5です。70、じゃあ4にしてください。4で、サーバー読み。ご飯ごはん、いや、このデータで測っていきます。ありがとうございます。どれぐらいがいいんだろう。さっき朝爪のところの毛細血管を見たら、もうなんか毛細血管がないって言われました。血圧でもそこまで高すぎる、間もあるので、よかったね。血圧は大丈夫でした。血圧は、はい、ご飯ごはん、いや、はい、じゃあこれ何をしていただけるか。体組成計。体組成計、これですか。やべえ。内臓脂肪、体バランス、身体強度、体重、体脂肪、骨格筋が一目でわかる。今日は健康フェアなんで、日の丸ダイエット会員なんてあるんですか。やばいね。はい、はい、入会する、しちゃう。とりあえず今日はちょっとやらせていただきます。はい、お願いします。緊張しますか。いやー、どうなんでしょう。なかなかこういうのやる機会ないじゃん。そうですね。出てきてます。体重が 73.6。 やばい、体脂肪が筋肉を追い抜いてた。こういうのでね、自分を見つめ直して、自分を見つめ直して、ご飯ごはん、いや、結果が出まして、見てこれ、こう、どうぞ。なんと101点、108点満点。やったー。解説お願いできますか。はい、もちろんです。説明していきますね。はい、体重、筋肉の重さ、脂肪の重さ、はい、今の身長の標準が出てるんですけど、はい、全部標準の標準範囲内入ってます。バランスもすごくいいので。バランスもすごくいい。そう、体脂肪もしっかり標準で、脂肪の量が一応標準範囲内なんですけど、うん、やや肥満かじってるのが、内臓脂肪のレベルが8ってなってて、うん、これの標準が5から6なので、うん、お腹周りの脂肪はちょっと あるよってこと。内臓脂肪どうやったら減るのか。内臓脂肪、南さんの場合は運動した方がいいですね。そうだね、全くしてない。もう筋肉あるので有酸素やった方がいいです。筋肉あるんだ。筋肉あります。燃やすだけの栄養があるのに、うん、内臓脂肪残ってるので、ただの食べ過ぎか、あら、あ、運動不足なので、あ、運動増やすか、糖質の量をちょっと増やすだけで。めっちゃなんか体悪い、体調悪そうだから運動しろって言われるより、めっちゃ前向きに運動できるね、これ。そうね、だってこれすればいいって感じだもん ね。ラガーはね、桃揚げです。そう、ラガーは桃揚げ、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、はい、いい気分で家帰ります。ありがとう、はい、ありがとうございました。これ額に入れて飾ります。本当に、はい、ありがとうございました。はい、作法にします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
I'm good. Yeah.ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、無事今日も、はい、完売しまして。ありがとうございます。はい、いや、ありがたいことに。お力を。いえいえいえ。初めてだったんですけど、この二川エリア出てくるので、はい、すごくたくさんのお客さんに来ていただいて、はい。なんか今日イベント、こういう健康フェアみたいなのが、はい、定期的にやられてるんですか？そうですね、年に2回やってまして、はいはい、健康フェアで秋が健康祭りという形で、あ、そうなんですね、はい、やらさせていただいております。半年に1回ずつぐらい。半年に1回、はい、そうなんですね、はい、今回初めて出させていただいたんですけど、はい、また何か機会があれば、はい、もういつでも呼んでください。会社中がもう今日は感謝感謝で、あ、本当ですか？いや、そうやっていただけると本当、はい、来た甲斐があるというか、はい、ありがとうございました。血流も、ね、こういった形で、そうですね、はい、で今僕もさせていただいてるんです、はい、ですけど、日の丸薬局さんは相談薬局、相談薬局、そうですね、はいはい、僕もなんか初めてこういう薬局さんにお邪魔したんですけど、はい、こうなんか血流を測ってもらったりとか検査してもらって、そう、測定が結構多いので、はい、で全て無料でできますので、はい、はい、いや、それはありがたいことですね、はい、またじゃあなんか、はい、こういう検査を普段からしていただいて、はい、で相談した上でなんかこうおすすめしていただいたりとか、そうですね、漢方薬ですとか、はい、漢方薬じゃなくても、はい、普段の生活のアドバイスですとか、予防に対して説明が、はい、カウンセラーができますので、そうなんですね、でも、はい、いや、今日もなんかたくさん地域密着な感じでお客さんがたくさん見えて、完全に地域密着でですね、はい、いや、すごいと思います。85周年とかで、そう、80周年、70年で、はい、すごいですね。ジャープチキンが二川中に広まったので、いや、本当ですか。じゃあちょっと、はい、また機会があれば、はい、日の丸薬局さんお邪魔したいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。またぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、うん。Jurassic Earth Zone, Mikawa Aichi, Japan. Jan, Kiwami, Tomo, Yuya, Digin. And them girlfriend with friggin', them son boy a chicken. Backlash come, Skalai bong, head tap with picking. With the Luga, we a shooter. Gunshot, Biggie jump and... By your side, volume 4. Sweet and bitter covers, mixed by John. They say when Jurassic Earth is playing, she give me love, 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 crazy love. The way, and I, how come you, I've been feeling down deep in my soul, but I just can't. Like they used to before. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Jurassic Earth had it.